勝さん眺めです。こんにちは。南知多ビーチランド水族館裏側ウォッチングオプショナルツアーのご紹介をいたします。出発日前に自宅にて予約サイトで事前予約をしました。入園料とは別に費用が発生します。人気のツアーはお早めに手配することをお勧めします。このツアーは普段見ることのできない水族館の裏側を飼育係が案内してくれます。それでは準備ができたお客様を先頭にですね出発していきます。それでは出発します。はい、皆様大丈夫ですかね。それでは裏側ウォッチングスタートします。改めましてご参加いただきありがとうございます。私、魚とウミガメを担当してます市野と申します。今日は皆さんと一緒にですね水族館の裏側をご案内していきたいと思います。だいたい40分ぐらいかけてですね、皆さん普段は水族館の裏側入れませんが、今日はこちらにいる20名の皆様限定でご案内していきます。まずですね、2カ所行きますが、1カ所目が長寿室と呼ばれるお部屋です。こちら生き物たちのご飯を普段作ってるお部屋ですね。そしてもう1箇所が大水槽と呼ばれる、我々ビーチランドのですね魚の水槽では一番大きな水槽です。こちらの上に行きます。まだ、それでは先頭のお友達はオレンジ色のタンクぐらいまで行きましょうか。水色のマットがありますので、両足をですねちょんちょんとつけて、よいしょ、このまま入ってきてください。じゃあどんなお魚を使っているのか皆さんにご紹介していきたいと思います。いくつかお魚見せますので、もし知ってるお魚ありましたら声出して答えていただければ嬉しいです。まずはこのお魚、皆さんありがとうございます。そうです、これはサバというお魚です。結構この状態でスーパー並んでいることもありますので、見たことあるよって方もいるかもしれませんね。これは結構鱗が目立たなくてですね、ツルツルしているのが特徴のお魚です。なのでイルカたちペロンとこのままですね丸伸びで食べていきます。結構ね喉越しがいいらしいです。続いてこちらのお魚、おどうかな、はい、皆様大正解です。これアジですね。これは逆にですねゼーゴって呼ばれる、ここに硬い鱗があるのが特徴です。これがですね喉に引っかかってあんまり好きじゃないっていう生き物もねいるんですが、実はビーチランドの餌ではこのアジがですね一番多く使われております。そしてまあちょっと皆さんが食べるアジに比べると小さいですよね。これなぜかと言いますと、ペンギンが丸飲みするサイズになってます。これをペンギンさんパクッと丸飲みで食べていきます。続いてはじゃあこれにしましょう。はい、こちらサンパウね、わかるかな。はい、正解です。皆様秋になると正解率がバンと上がります。はい、これはですね秋が旬のお魚なので、漢字で書くと秋の刀の魚と書くサンマというお魚です。私もこの間一昨日ちょうど食べたところでした。このサンマ皆さんが食べてもですね脂が乗ってて美味しいと思いますが、生き物たちもとっても大好きです。例えばアザラシとかアシカとかイルカもですねこのままは食べませんが、切った状態で食べています。続いてはあ、じゃあこれ皆様ご存知ですかね。そうです、点々があるのが特徴のお魚で、ちょっと小さいですね。はい、これはイワシというお魚です。はい、実はですね大水槽で一番多く飼育しているのはこのイワシ、マイワシなんですが、餌でもイワシ使っています。魚チームはですねイワシはあんまり使いませんが、イルカチーム、アザラシチーム、アシカチームはですねこのイワシをですね餌に使うことが多いです。さてこういったですねお魚やイカというのは、実は水族館では冷凍保存して保管しています。ぜひ今日は中も見ていただきたいんですけど、開けてみるとこんな感じ、お友達ちょっと待ってね、こんな感じです。
袋とか箱に入っているもの一つ一つがですね、餌のお魚です。こういった魚たちですね、一つあたり大体10キロから20キロぐらいです。こういった餌がたくさん積んであることでですね、大体このお部屋に何キロぐらいの餌が入っているかお分かりかなと思います。っていうのは冷凍したままだと食べられませんので、こんな感じで水をかけながら解凍させるんですね。はい、それで柔らかくなったお魚っていうのを生き物たちにあげますが、その中にもあげてはいけない餌っていうのが混じってます。例えばですね、ちょっとこう内臓がブニブニしていたりとか、あとはですね、ヒレがポキッと折れているものも中にはあります。傷が入っているものなんかももちろんそこに雑菌が暮らしていたりですね、そこから何かの病気にかかっていたら生き物たちも、体を壊してしまいますのであげません。他にもですね、こういったものが入っているお魚、餌っていうのもたまにあります。これは釣り針って言って、釣りをするときなんかにですね、餌をつけてポチャンと身に落とすものなんですが、こういったものが混じっている餌がたまにあります。こういったものですね、同じように生き物たちパクッと食べてしまうと怪我しますし、最悪死んでしまうこともあります。なので後ろの機械をですね、使って私たちチェックしてます。後ろにある大きな機械ですね、こちらちょっと見てみましょうかね。失礼します。この機械はですね、金属探知機という機械です。ちょっと今日皆さん人数が多いですので、ぜひ2列ぐらいになっていただいて、後ろのお客様は前の皆様見ることができたら交代って感じでですね、動かしているところを見ていただこうと思います。こんな感じでペレットコンベヤーずっと回ってます。ここにカチコチの状態の餌どんどん流していって、 OK だと普通に通ります。じゃあこういった金属が通るとどうなるかというと、こんな感じで機械が止まってピーピーって音を出してですね、ここに金属が入ってますよと教えてくれます。はい、先頭のお客様は大丈夫ですよ。階段でゆっくり行きたいと思います。紙コップの中身紹介します。
のはウミガメですね。それでは皆さんに聞いてみたいと思います。このウミガメが何ウミガメか知ってる人？これ実はアオウミガメっていう種類なんです。ではもう一つ質問です。そのアオウミガメが愛知県の海に暮らしてるのを知ってる人？もちろんいますし、あと隣の静岡県や三重県、和歌山県とか、高知県とかですね、広い範囲で太平洋側の海であればですね、どこにでも暮らしているウミガメです。産卵は鹿児島県よりもっと暖かい地域でやるんですけど、海の中ですね、もしダイビングとかあとサーフィンする機会ある方は一番リア確率が高いウミガメです。このウミガメはですね、絶滅危惧種といって数を減らしてますよという種類の生き物たちに指定されてます。普段ですね、水族館や動物園であまり絶滅危惧種に触れ合うという機会はないんですが、今日はこのビーチランドでですね、アオウミガメ触っていただこうと思います。いくつかルールもありますので、しっかり聞いて守ってくださいね。まずちょっと大きさにばらつきはありますが、全部1歳のウミガメです。ですが、小さい子たちですね、持ち上げるの簡単なので、皆様両手で優しく持ってですね、こんな感じで持ち上げていただいて大丈夫です。この子とか真ん中あたりにいる子はちょっと大きくて重いので、持てる方は持っていただいて大丈夫なんですが、もしですね、小さいお子様とかは難しければ、水の中でこう優しく触っていただければと思います。そして持ち上げたお客様はコンクリートの上ではなくて水の、落としてしまったとき、水の上だとウミガメさん大丈夫です、怪我しませんので。そしてウミガメさんは実は肺呼吸している生き物なので、水でブクブク沈められると溺れてしまいます。なので優しくですね、ちょっと手を離して水面で下ろしてあげてください。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。